面切ってどう切る？ね。刀の構え。ハッと。でここで二刀分け。ハッとこれね。でここからこうかどうか。ハッとこれね。でここからこうかどうか。うんでこう。うわあ足も抜けられて。目を打ってこう。で次も避ける。この後が、うん、はい。このままね、はい、こういく途中で2頭分けるんですよ。そうするとこうこうこうなるんですよ。でこれはおまけもうできるっていう、こんだけこう体が崩れていたらっていうことですね。はいはいはい、もうこうなっちゃってるから。普通の2頭の方でも似た技ありましたよね。面足って面足これはね、こうなってるな。あー、片手で、はい、うん、で、ふいっつって、おーってこうやってこう、これはね、こうなってるふいっつって、おーってこうやってうわー、すごいなるほど。これでぐーっと圧かけてって、制した瞬間にこれで刺す。これうちの小立ちの応用です、ね、あー、そうですね、うん、ありますよね。そうそうそう、これもう一振り持ってるからこそ、さらに追撃できるっていう。そうそうそう、あと、押さえと切り同時にするとかね、面ときたで、銅に来るでしょ。これも簡単だ、ほら面と来た。で、銅に来るでしょ。これも簡単だ、ほら。おーいそうそうそう、こう立ち、あーなるほどそうそう、これ1個しかないと体さばき必要になるんだよね。だけど2つあれば両方こうできるからそれでまたバシャッってこれ都合がいいっすよね、これ都合がいいんですよはい、おーすごい、この三角形なんかこれ入れる。おお、弱点の、はい、正面からいなくなって、はい、正面からいなくなって、はい、相手と並ぶつもりで三角形の中に刀入れて相手と並ぶようにつもりで、このまま入ると、これとっさに離せないですからね。こうこうなんね。じゃあこういって、でこう、こうこうなんね。こういってでこう出てしまう。そう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 、これ味噌なんですよ。これ。振り上げてね、こう上がんないの。ここはねコントロールできるんですよ。ここで間合いをねうーんと離してるでしょ。でずーっとこう制したらば、でずーっとこう制したらばこうで、んでんこれ相手が例えばついてきたらどういたしますか、先生でしたら。突きをしていきますできます。うん、こう。じゃあ、これね、こうすればいい、ほら。上からする。はい、ロックしてるから。で、こうやって。もう離してしまう。この隙間をね、ハサミみたいな。そう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 。ハサミ、本当そうですね。長さが一緒なので。そうそうそう。突く時には2つとも使って押さえ込むような形ですね。こう空間取りながらこうやる。空間取りながらこうやる。このまま相手が何もしなければ、これで。自分が通り道開けられるから、こうほら。こうじゃあパッとつけたでしょ。だこ、だこ。うわー。要はこんなことする暇あったらできるんだ実はっていうね。折りついてしまって。そう。しかも今の場合だったら手首の方も出てますよ、ね。どっちも出てますよね。そう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 。これこう持ってる、一個こう持ってると違うことになる。お、逆手で、はい。うおー、あー、なるほど。で。近距離の突きができるってことですね、はいはいはい、逆手に持ってくる可能性、はい、結局バリエーションの作り方なんでね、ああこう持ってれば下立ち割り、こう持ったら突きっていうね。普通の2頭ってそういう使い方することもあるんですか、片方を逆手に持ってっていうような。ないです、先生の工夫で思いつきです、はい、居合対応かな、こう持つんです両方とも。そうそうそう、両方見えない隠れた状態、はい、じゃあこうなで、こっからじゃあこうなで、こっからっていうすごい漫画みたいな技だね。水平に抜きつけてきた、はい、そうしたらこうやって、力が発生する前に止めてしまう、でここからこう渡って、逆手のまま、はい、でこうこう、うわ見せつけて、見せつけて、うん、下がるしかない、
この中途半端なのが困る。嫌ですね。ねえ、ね、いいじゃん。こうやってこうやって対術に渡っていくっていうね。さあ、もうちょっと二刀打ち方もやっていただいてもいいですか。せっかくなので。全く違いますね、取り回しが。同じ間合いなんでね。だから寄っていって三角形に入れてどうこうっていうことにはならなくなりますよね。まあそれもやればできるよ。やろうと思えば、距離感がこういう世界だ。距離感がこういう世界だ。ただちっちゃい方がいいね。子立ちでほら、同時にこうやってやってるじゃない。これ長くなるとね、この方が良くなるんでね。この方が良くなるんでね。こうじゃなくて、こう。その方がこの前でまとまるね。動きとして合理的だね。背筋をこう、カンッと、こういう方がよく、これでこうやろうとすると気持ち悪いよね。そう、長さが邪魔になります。長さが邪魔になります。1年流の2頭の型とかで、2頭打ち方でやっていただくこととか他もございますか。でこのままこうでもいいね。こうでもいいね。下ろしてグー、下ろしてグー。ここがミソね。こう来たらこう、こう入ってる。あー、なるほど。でこれを角度を保ったまま、左の刀で流しといてこっち突く、流しといてこっち突く、うん、突きだったら先ほどの小立ちになりますか。この状態で突きだった場合、手元で突いたら、で突いたら、あー、なるほど。左右いけますけど、うーん、すごいわ。いいわ、いいわ。逃げたら、逃げたら、ずっときますね。しかも両方長いんで。ダブル小立ちだった場合、今のような形はあんまり良くないんですかね。突きをこうやる方が小立ちで、パンって長いのが届く、パンって長いのが届くの方がまだいいです。最初の場合、打ち方だからこそ作れますしね。うん、右手に持ってるのが短かったら、今の最初の姿勢にそもそもならないですよね。うん、